はい、ダイニングバー NC 野さんに行ってきました。内装がおしゃれですね。このヨーロピアンっぽい内装、僕弱いですね。この黒板に書いてあるメニューも可愛いですしね、まあ、ほぼイタリアンな感じがしますね。さあ、ぐるりと店内撮影していきましょう。そこの小上がりはね、10人は入れるそうです。あー、樽が置いてありますね。かっこいい、樽大好き。壁になんかいっぱい飾ってありますね。この白っぽい内装ね、僕憧れですね。大好きです。バックバーもちゃんとありますね。お相手してくれるのは女性でございます。ありがたいですね。お、天井もプラプラ回ってますよ。このライオンとか騎士とかね、こういうちょっとこの白っぽい内装がね、やっぱり僕好きですね。かっこいい。あ、黒板メニューゆっくり見ますか。あ、やっぱりね、イタリアンっぽいですよね。このクワトロチーズピザをいただきました。お、パスタ、ラビオリ。あ、笹野さんの CM みたいですね。ジェノベーゼ、カルボナーラ、レモンガーリック、ボンゴレビアンコ。はい、ペローニイタリアのビールいただきました。リソーダよ。お疲れです。何食べれる？ああ、目。ああ、目。はい、チャームです。鶏肉とリンゴにソースがかかってますね。ちょっと何のソースか分かんなかったんですけど、美味しかったですね。こういう綺麗なチャーム作れたらいいですよね。僕も自分でやってた頃はね、こういうの作れなかったんでピーナッツばっかり出してましたけど、ね、こういうのできたらいいな。おかしいわこれ、ほら、くる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 、ダゲコプター、とてとて、うーんやね。あ、これいいですね。バカ野郎みたいですね。俺この人頭だよ。あ、大丈夫か、あえてこれいいですね。ビール飲んで大丈夫。はい、このカウンターの一番隅っこにこのスーズがありました。リキュールですけど、これ僕好きなんで後で飲みますね。中段はウイスキーでしたね。マッカラの18年とかありましたね。はい、リターです。はい、今日リターソーダ入れた。一応相場で、あまりにもなんですか、そんな崩壊的な値段取るわけではないので。でも直しとくれ、うん、まだ入っていますか。今日はお越しいただきありがとうございます。そちらの声はたっぷり入りますよ。今何を飲んでらっしゃるんですか。さっきも取りましたけど、ディターソーダです。ディターソーダ、僕ね、ディターを飲むと23歳の気持ちに戻れるんです。それはなぜ。いや、23歳の時にね、こればっか飲んどったんですよ。あ、なるほど。私絶対インタビュアーになれない。なんで。いや、ありがたいですよ。はい、クワトロチーズピザ来ました。はい、食べますよ、ね、仕事の後だから美味しいでしょう、ね、あ、出ましたね、うまい。うん、がっつり食べとけよ。労働後の空腹、そうですね。スーズ、うまい、久しぶり。黄色いカンパリみたいな感じです。ちょっと苦い感じなんで、確かに。トニックに合う。はい、NC のさんでした。入ってくる時にね、ちょっとこの表の看板を取らなかったんで、終わりですが撮らせてもらいました。ちょっとね、中のメニューと違いますね。
なんかその日のメニューとかやっぱあるんですけど、ね、ああケバブとかあったんですか、いいなあ、あこのねもんとか、このおじさんよく壊されるそうです、大変だ。どこがいいですかね、ここいいですか、これ、ね、顔の明るさもあるんですよ、これ結局、うん、あの顔明るく入らんと、あここいいっすね、はい、フードバーエンシーノさんでした。富山の、知り合い先輩に連れられてあのいい店紹介してもらいました。はい、じゃあまた次どこ行こうかな。はい、それではまた。